それでは今回は化学変化における温度変化について先生に、ね、教えてもらおうかと思います。はい、こちらにですね、活性炭、はい、炭ですね、炭、はい、あとこちらにですね鉄粉があります。はい、はい、これを混ぜ合わせます。じゃあこの温度をちょっと測っておきたいんですが、じゃあハイツ先生ちょっとこれを持っていただいて、はい、温度をちょっと測っておいてもらっていいですか。はい、さあ今何度でしょうか。今は25度。はい、ですね、25度。はい、ではちょっとここにですね食塩水を加えていって、はい、温度がどう変わるか変化を見ていきましょう。はい、はい、ここにですねちょっと食塩水を数滴加えて、はい、で混ぜた時のね温度変化を見ていきましょう。あ、なんかシューっていってる。はい、ね、ちょっとなんか煙上がってますね。はい、さあどうでしょうか。あ、みるみる上がってますね。おー、はいはいはい、どんどん上がっていってますね。すごい、はい、学校だとねこれでね1分ごとの温度の変化を観察しましょう、記録しましょうってことですね。もう30度届きましたね。うん、でこれは何が起こってるんですか。うん、これはですね、まあ、温度が上がる変化が起きてますね。発熱反応っていう。発熱反応、今混ぜた3つのものが揃うとこうやって発熱反応が起こる。そうですね、これはまあ活性炭と、はい、まあ鉄が一番ポイントなんですけど、はい、鉄っていうのはまあ錆びるときにこうね、まあ、酸素とくっついて錆びるって言いますけど、はい、まあ、それは燃焼なんですよね。ゆっくり錆びるのを、あ、ゆっくり燃焼するのを錆びるっていう。なるほどなるほど、はい、まあ、燃焼なので温度が上がります。うん、はい、で、活性炭には、ね、酸素がいっぱい含まれてますので、はい、より酸素と結びつかせるために、うん、活性炭入れました。はいはい、なるほど。あと食塩水はより錆びやすくさせるため。あ、うん、なるほど。あの海辺の、ね、家とかあと車とかすごい錆びやすいって言いますけど、はい、塩を加えることで錆びるのを、促進させるため、酸化を促進させるために入れましたね。なるほど、はい、先生私ここ持ってる手がちょっとあったかいんですよ ね、 実はね、結構持ってる手が熱いですよね。はい、なんでまあちょっと皆さんやるときはちょっと気をつけながらやってくださいね。そうですね、もうちょっと40度近くまで来てますね。ということでいい温度なんですけどこれがですね日常生活にあの便利に使われているのが回路ですね。はい、ああ、冬とかによく使う。そうですね、はい、冬とかに体を温めるあの回路は、はい、封をしている状態だと酸素と触れていないので、はい、あの温度常温なんですけど、はい、開けると酸素と触れることで鉄がまあ、ね、錆びて燃焼して暖かくなるっていう仕組みですね。はい、だから北海道の中に、ね、鉄粉入ってますし活性炭とかも入ってますね。はい、なるほど、うん、回路を使ってて、うん、最後は熱がなくなるのは、うん、全部の、まあ、錆びが終わった酸化が終わったからってことですか。はい、うん、鉄がね全て酸化し終わると温度がそれ以上上がらなくなるということですね。なるほど、もう45度くらいまで行きましたね。はい、これがまあ化学変化による発熱反応ですね。はい、ちょっとじゃあ逆の方を見てみましょうか。あ、分かりました。はい、はい、では次はですね、はい、こちらビーカーに入っているのは重曹とクエン酸が入れてあります。はい、はい、ここにちょっと水を加えたらどんな温度変化があるのか観察してみましょう。はい、じゃあ今はまず、はい、23度くらい。じゃあここにちょっと水を加えます。はい、おー、なんかシュワシュワいってる。はいはいはい、水を加えるとさあどうなるでしょうか。おー、どんどん下がってる。はい、すごい勢いで下がってきますね。もう13度ぐらい。ね、あ、結構冷たい。あ、本当だ本当だ、うん、冷た。はい、ということでね、まあ、重曹とクエン酸、はい、混ぜたところに水入れるとね中和っていう反応が起きますけど、はい、まあ、この化学反応によって温度が下がる現象を吸熱反応と言いますね。さあということで今のところで発熱反応と吸熱反応、はい、分かったところでクイズやりましょうか。お、クイズ、はい、はい、了解です。ではですねこちらに、ね、3種類用意しました。はい、1つが塩、そして次が尿素、はい、これはまあ化粧品の成分とかに入っているものですね。はい、でもう1つがですね乾燥剤とかに使われている酸化カルシウム、はいはい、これら3種類のうち、はい、まあ、水を加えたらどうなるかというクイズですね。あ、それぞれにですね。そうですね、はい、
さあ皆さんお考えください。どれが温度が上がってどれが温度が下がって、あもしかしたら変わらないものもあるかもしれない。ああなるほど、はい、そんな引っ掛けもあるんですね。これがじゃあ塩ですね。塩か、塩、塩ってそんなに変化あるのかな。やってみましょうか。はい、で塩ってなんか温度が下がるイメージが。あ確かに氷に塩かけてみたいなやりますかね。あそうですそうです、うん、さあ今がじゃあ22度ぐらい、22度くらい、はい、です。一応水の温度を測っておきますかね、はい、まあ常温ですけど26度ぐらい、そうですね、28度ぐらいですかね、常温の水、はい、ではどうなるんでしょうか。じゃあいいですか、はい、はい、さあじゃあちょっと温度計を見てもらって、はい、ではいきます、加えます。まあ、22度くらいの塩でしたよね、はい、どうなるでしょうか。水の温度が28度、はい、じゃあ入れてみると、まあ、25度になったので少し急熱、はい、あのが起こったと、そういうことですね、はいはい、次は尿素ですね。尿素ですね、はいはい、水の温度が28度ぐらい、はい、個人的には発熱かななんて思ってますけど、うん、いきますか。入れてみましょうか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ、はい、お願いします、はい、おお、なんか、はい、シュワ入れました。そして溶かすと、あいや、すっ、あすごいですね、すごい勢いで、おお、めちゃめちゃ下がりますね、うん、15度を超えて、あ冷たい、おお結構どんどん温度が下がってます ね、 11を、あこれ10度もちょっと切りそうな勢いですね。ねえ、すごい、すごい冷たいですねこれ。ってことは急熱反応が、そうですね、はい、尿素は急熱反応が起きるので、る、はい、あのコンビニとかでね夏場に売っているこう叩くと冷たくなるなんかアイスパックみたいなの、あ、はい、なんかいろいろありますよね、はいはい、あれっていうのは中に水の袋が入ってて、はい、あとは尿素とか、はい、あとちょっと違う薬品とかいろいろ入ってて、はい、叩いて割って水と混ざることで温度が冷えるっていう現象を利用してます。なんで急速的に冷えるんですね。今も急速に冷えてますけど、うん、そうですね、マイナス何度っていうね、はい、温度になったりしますけどね、はい、これも9度で止まりましたね。だいぶ下がりましたね、19度下がったのか、ね、はい、では最後は生石灰やってみましょうか、はい、はい、こういう乾燥剤ね使われている生石灰ですね、はい、これをやろうと思うんですけど、最後はこのフラスコの中でいきましょう。おお大きい。じゃあこれを、開けて入れて、はい、そこにねあの水を入れようと思うんですけど、一応アルカリなので、はい、ちょっとメガネとかして安全にやりましょうか。はい、了解です、はい、じゃあせっかくなら2袋いきましょう。はい、はい、じゃあ1つお願いします。はい、はい、はい、さあここにね水を入れたら発熱するのか急熱するのかということです。はい、もし皆さんがねこの実験やるときはね危ない可能性もありますので、顧問の先生と一緒にやってくださいね。はい、まあ、これはちょっと危ない可能性もあるので、はい、僕がやりましょうか。お願いします、優しい先輩。念のためちょっと下がりますね、はい、私。何が起こるのかね、発熱なのか急熱なのかですね、はい、ではいきます。変化を見てみましょう。何が起こるんでしょうか。お、もうすでに、もうすでにマグマみたいになってますけど、はい、ということで中でマグマができるという危険すぎるやつ。まあ結構上からね煙出てるので分かるかなと思うんですけど、発熱反応ってことですか。そうですね、中の水が蒸発するくらいの温度になっていると。これ触ると結構やばいですか。まあ、100度ってことですよね、これ蒸発してるってことは、はい、ですよね、うん、熱ってなりますよね。ちょっと大丈夫ですか、はい、あ本当に、あそうですね、本当に熱いですね、本当に熱い、はい、ちょっとここに手を一瞬当てると蒸気がああそうですね、はい、結構熱い、数秒置いとくと危ないやつ、ね、そうですね、手がしゃぶしゃぶできますからね。怖い怖い。いやすごいですね。ねえ、ということでね、はい、皆さんこれ発熱か急熱か分かりましたでしょうか。はい、もうしっかり分かりましたね、はい、でね、この化学反応意外とね使われてたりもするんですよ。ほう、
新幹線とか乗ります？乗ります、はい、新幹線とか例えば仙台行く時とかに牛タン弁当とかで、はい、こうやって紐引っ張るとすごく熱くなるやつあるじゃん。ありますあります、はい、あれが中に生石灰入っていて紐引っ張ると水と混ざって発熱するのでお弁当を温めてくれるっていうね、ことに使われてるんですよね。そうなんですね。はい、なのでまあ身の回りの便利なようにね化学反応が使われているということでしたね。はい。